今我々デジタルになってちょっと久しいですけど、昔、うん、フィルムを使って上がりをクライアントのところに納品に行くっていうのは当たり前だったじゃないですか、うん、でその時はまだ個人情報保護法とかそういうのもなかったんで、結構こう相手の会社の懐の中にスルッと入っていってこんにちはって言って納品してってできましたよね。最後はそのデスクまで行けたからね、昔はね。行きますね、うん、なので常にその担当者と顔を合わせることがすごく多かったんですよ。でその時に隣に机合わせてる人に、あの紹介するよ小林さん、この人なんとあの今度が入った誰誰って紹介してもらって挨拶してっていうのができて、まあ名刺交換してとかだったんですけど、今それがないじゃないですか、うん、もうあのデータは、ね、あのアップロードして送って、で会社の中までなかなか入っていけないんで、担当の人以外と会う機会がなかなか減っていると。で、うん、多分それでだいぶ営業のチャンスは減ってるなっていうのは思うんですよ。じゃあその代わりは何ができるだろうと思うと、やっぱりその SNS なんだろうなって。ああ、なるほどね。あのそれが、まあ、Facebook なのかわからないですけれども、うん、なので僕はあの自分の Facebook はもう高崎さんご存知だと思いますけど、結構普段ふざけたことばっかり書いてるし、あの仕事には全く関係ないようなことばっかり書き連ねてるんですけど、あの結構ねあれ見てるといいねをしてくれてる方が、あの傾向があるというか、この人こういう話とかこういう話題好きなんだなとか、こういう音楽好きなんだなとか、あのそういうのを実は、ね、見ているんですね僕、うん、なんでそうすると結構あのお仕事の現場の時とかでそういう話から、まあ、ちょっと打ち解けやすくなったりとかもするし、あとはその自分が普段やってる仕事の仕事先の話をちょこちょこ載っけることによって、見てる人が、あ、こう私こういう写真も撮れるんだって言ってお願いをしてくるっていうことも結構ねあるんですよ。なってるので、やっぱりその仕事以外のところの、見せ方、うん、は僕結構 SNS に頼っているというか、うまく使おうとはしてますね。 Facebook だけでしたっけ？僕1本にしてます。これちょっといっぱいどちらかっちゃうとそれぞれの管理で今度時間を費やすようになってしまうので、うん、なので僕は基本的には Facebook だけですね。わかりました、ありがとうございます。なので、まあ、営業の仕方は最終的にはその自分のワークスを見せるだけではなくて、やっぱりその自分の人となりだったりとか自分の周りの人との、コミュニケーションの取り方が、まあ、最終的に一番大事になると思うので、あまりその営業って考えずに、まあ、日常的なあのコミュニケーションをより良くしていこうと意識をしておけば、あの自ずと良くなるんじゃないでしょうかと思います。はい、ありがとうございます。